皆さん、竹山紗衣子です。あと4日となりました。頑張ってます。今日は、台風一過ですごいいいお天気、爽やかな風も吹きましたが、やっぱり暑いです。で、桂、伏見、山科、東山、いろいろ回りました。で、読売新聞の、世論調査で軍事費を増やすか、暮らしの予算を増やすか、どっちがいいですかっていう世論調査をした結果、軍事費予算って答えはった方が 21% で、 60%、 7割近くの方が暮らしの予算を増やしてほしいという結果になったと井上参議院議員が訴えました。当たり前の話やと思います。ここで自民党や維新の会の皆さんが言うように、軍事費を2倍にするのではなく、本当に暮らしと平和を守るために、みんなの税金はみんなのために、そういう政治を実現していきたいと思います。京都選挙区では本当に今激しく追い上げている最中です。この軍拡よりも暮らしと言っているのは共産党の私、竹山紗衣子だけです。ぜひ令和日本共産党京都選挙区は竹山紗衣子、追い上げ、追いつき、追い越せで勝たせていただきたいと思います。全力で頑張ります。行くぞ国会。また明日頑張ります。